たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。皆さんこんにちは。メモリーミュージックのナビゲーター伊能です。今回は江戸時代に来日した外国人の目から見た日本について紹介をしていきたいと思います。江戸時代、1775年にスウェーデンの方が来日しています。お医者さんで植物学者のチェンベリーさんっていう方です。彼はこんなことを言っています。地球上の民族の中で日本人はヨーロッパ人と肩を並べるほどの第一級の民族です。その国民性の随所に見られる堅実さ、国民のたゆまざる熱意など我々は驚かされることばかりです。政府は独裁的でもなく、また情実に傾かないこと、飢饉やあるいは飢餓、そういったものはほとんど知られておらず、あってもごくまれなどなど、これらすべては信じがたいほどであり、多くの人々にとっては理解にさえ苦しむほどではあるが、これはまさしく事実で最大の注目を引くに値する。さらに続けてこんなことを言っています。日本人の親切で善良なる気質についても驚きを持って見ることがしばしばありました。それは日本で商取引をしているヨーロッパ人の汚いやり方や欺きに対して警戒心を抱くのが当然と思われる状況にあっても、国民は大変寛容で、しかも善良である。つまりあれですね、その外国人の商売人がやっぱり江戸時代でも入ってきたりするのに対してちょっと騙されるようなというか、そんなことがあってもそれに対して警戒をすることもなく、騙されちゃっても騙されちゃったなぐらいだったってことでしょうかね。まあどちらかというと今でも人を疑わないっていう気持ちは日本人は持ち合わせているんだなと思いますけど、最近はせちがらい世の中になってきているので、やっぱりある程度の警戒心とか騙されないぞっていう気持ちはちょっと抱いておいた方がいいですよね。オレオレ詐欺とか、なんか意外に騙されないぞって思っているのにもかかわらずコロッといっちゃうらしいので気をつけてください。さてさて、シュンベリーさんよりも少し前ですね、1690年にはドイツ人医師のエンゲルベルト・ケンペルさんも長崎でこんなことを言っています。日本人の礼儀正しきことは世界の最も礼法を整いたる国民に期待しうるものに勝り、しかもそれが意図を癒しき伝府からやんごとなき貴婦人領主に至るまでに見られます。また日本人は武を尊び、文武両道とかの武ですね、武を尊びとかくことを企て興奮しやすく、栄養映画を夢見、名誉欲が強く、極端から極端に走る傾向がある。なんか礼儀正しい話から興奮しやすく、だいぶなんかイメージが変わってきましたよ。手先が器用で頭の働きがいい点で日本人は他の諸国民よりも優れていると、も優れてるって書いてくれてるのは嬉しいんですけど、なんか途中の興奮しやすくとか極端から極端にっていう評価がなんか、なんだろう、例えとして面白いですよね。まあいい捉え方をすると、思い込んだらこう一直線に努力をするっていうことを言いたいのかな。最近ではね、若い人がまあほどほどに生きていくのがいいんじゃないっていうのを理想としているって聞いたことがありますけど、日本人がねみんなこんな向上心旺盛だったらまた未来はより明るくなるんじゃないかなと思います。私自身も見習って頑張らないといけないです。
ではここで音楽をご紹介します。花、お聴きください。それではこれからの時間は前回に続いて NPO 法人ファミーユの熊崎さんにお話を伺ってまいります。そのむやみやたらに、うん、もういらないからって言って、うん、センターに犬や猫を持ち込む方たちが、
たくさんいらっしゃったんですけども、うん、本当に安易な理由で捨てに来る人もいるんですね。旅行に行くから、はい、もういらないからって言って、センターにもうこの犬、猫を処分してくれって持ってくる人がいたりとか、はい、引っ越しをするか、まあ、今でも引っ越しするからっていう方は後を絶ちませんけども、向こうで飼えないからみたいな、そうそうそう、だったらペット科のねマンション頑張って探せばいいじゃないって、うん、で、ね、で思うんですけど、うん、やっぱり安易にそういう風にする方たちっていうのが未だいらっしゃるは、うん、いらっしゃって、うんうんうん、でそういった尻拭いを全部、うん、まあ、行政の管轄が今まではしてたんですよね、うんうんうん、でもとにかく修正飼育がもう義務付けられました。法的に修正、はい、修正飼育が義務付けられました、うん、はい、なので、はい、センターでは、はい、行政では引き取りしませんよっていうことができるようにもなってるんですね、うんうん、数年前から、はい、はい、それがなんてでしょうね、実際飼う方の人が知らないんじゃないかなってちょっと思ったりして、知らない方も多いかと思いますけども、うん、まあ、知らずに安易に、うん、あのこの犬この猫いらないからって言って愛護センターに持ってくると説教して返されますね、ちゃんと説教してくれる人がいるんですね、はい、説教して 返されますね、ただやはりどうにもならない方ももちろんいらっしゃいますので、例えば最近非常に多いのが、うん、はい、今高齢社会で、まあ、いろいろなその高齢者に対しての問題って起きてるじゃないですか、はい、そうですね、その問題に、うん、やはり犬や猫も犠牲になっていて、うん、その高齢者が飼ってた犬や猫が、うん、捨てられるっていうケースが非常に増えてるんですね。でもう入院するから、あ、はいはいはい、そうですよね、老人ホームに入るから、うん、もしくはもう飼い主さんが先に亡くなってしまって、あ、面倒見る人いなくなっちゃって、面倒見る人がいなくなっちゃってっていう、うん、親族も誰も引き取らない、引き取れない、うん、もうそういう場合は、はい、いたしかたないので、はい、まあ話し合いによっては引き取られて、うん、手はいるみたいですけども、そうなんですか、はい、でもやっぱり私たちのところにその犬たちや猫たちが回ってくるんですね、うん、でまたその高齢者の方が飼われてた犬や猫っていうのは、うん、また犬や猫も老犬、うん、老猫の場合が多いんですよ、うんうん、で老犬や老猫っていうのは、うん、なかなかもらえてつかないんですよね、新しい飼い主さんっていうのは、ね、うん、なかなかないんですよね、はい、でさてどうしようっていうことで、まあ、老犬シェルターを私たちは立ち上げて、うん、まあ、もらえてないんだったら私たちで修正面倒見ましょうよっていうふうに、うん、まあ、施設を立ち上げたっていう、うん、まあ、話があるんですけど、そうですね、はい、やっぱりそういうシェルターを維持していくためにはいろいろな方 そのボランティアももちろんそうなんですけど、金銭的なものも必要になるじゃないですか、はい、そういう金銭的なその寄付とかの、先ほど募金箱の話もありましたけど、他に協賛企業さんみたいなのもいらっしゃったりするんですか。協賛企業さん、そうですね、うん、会員さんを募ってますので、うん、はい、法人会員様、うん、個人会員様、はいはいはい、で個人会員様の中には、うん、まあ、いろいろなんていうんですか、正会員さんですと月々いくら、はい、準会員さんですと月々いくら、参助会員さんですと年間いくらというふうな、そういうふうに、うん、まあ、無理なくご協力いただけるように、うん、いろいろな枠を設けてます、うん、あ、なるほど、参加の仕方もいろいろあるし、なんでしょうね、参加のレベルもいろいろあるというか、そうですね、はい、もうなので全く助けたいんだけど、はい、もうボランティアとしては何もできないから、はい、お金で、うん、助けるわっていう方っていうのは、うん、やはり会員になってくださってますね。もちろんお金だけでもすごく助かりますもんね。いやでも、うん、実際本当に、うん、お金なんですよね、うん、がないと、うん、本当に切れ事は言ってられなくて、うん、
やっぱり寄付金がないと、うん、もう運営は成り立たないです、ね、え、例えばシェルターにいるなら犬で、ご飯代とかがもちろん行ったりとか、はい、特に老犬とかでいうと最後の方がおむつしてたりとかっていうのもありますよね、はい、そうですね、一番かかるのはやはり医療費ですよね。医療費、はい、もう特に老犬シェルターを持ってると、うん、老犬って健康な子ってほとんどいないんですよね、うん、なのでもう何かあるとすぐ病院連れてき、はいはい、もう本当に1週間おきに検診のあるような子もいますので、うん、やはり医療費が非常にかかる、うん、であとはもうそのまあプレミアムフードという、うんうんうん、ちょっといいフードをあげて、うん、あ、ちょっとあの柔らかかったりとか消化が良かったりとかっていうことですか、ね、柔らかいわけではない、まあ柔らかいのもまあもちろんありますけども、はい、まあ、あの老犬に合ったフードを選んであげてたりとかもしますし、うんうんうん、もうさっきおっしゃったようにおむつ代もかかりますし、うん、シート代もかかりますし、うん、とにかく寄付金をいただかないと、うん、もう運営は成り立たないですね、うん、そうですね、本当にちょっとでもいいので街中で募金箱を見つけたら本当にいくらでもいいから入れてくれる人がいたら助かりますよね。本当に助かります。本当にね、募金箱をいただくと、うん、1円玉とか10円玉がね、うん、たくさん入ってるんですけども、うん、本当にあ、これだけたくさんの皆様の善意が寄せられたんだなって、うん、本当目頭熱くなりますし、うん、1円10円でもチリとなれば、うん、チリとなれば山となり、うん、そうですねという感じで、はい、本当に医療費の足しになりますし、うんうん、はい、ありがたいですね。そうなんですね、わかりました。他の何か活動とかされているファミユーさん3つの柱でということで今伺ったのが実際の保護活動とか啓蒙活動とかっていうのをされているお話を伺ったように思うんですが、その他で活動されているのはどんなことってあります？それ以外にはですね、やはりもう根本的には法改正をしていかないと。あ、そうですね、もうどうにもならないことがたくさんあるんですね、はいはい、で先ほどお話ししたみたいに動物虐待だとか、はい、動物遺棄は犯罪ですよというふうに、はい、法的にはなってても、うん、細かい括りがなかったりとかするんですよね、はいはい、でその他にもこういうふうにしてってもらいたいという、まあ、法改正のお願いだとか、うん、そういったものの働きかけも、うん、まあ、頑張ってやってってますし、そうなんですね、はい、今後こうしていきたいとか今の法律の話、法改正の話もそうですけど、はい、あの活動の何だろう、人を増やしていきたいだとか、もっと幅広く活動していきたいとか、こんなことをやりたいとか、そういう目標みたいなものは何かお持ちなんですか？まあ、大きく、うん、その殺処分ゼロが私たちの、うん、あのゴールですので、はい、その殺処分ゼロのゴールに向かって、はい、もうできることは何でもあらゆることをやっていこうかなと思ってますが、はい、やはりその中には、うん、先ほどお話ししたみたいに、うん、今高齢者の、うん、方がもう飼えなくなってしまうっていうケースが非常に多いんですね、はいはい、なのでもうとにかくその高齢者の方にはむやみやたらに自分が寂しいからって言って犬や猫を飼わないでっていうことをまあお訴えをしていってるわけなんですけども、でもやっぱりその高齢者の方もね、犬や猫がいれば、張りが出るじゃないですか、生活に、うんうんうん、私がこの子を守らなきゃいけないとか、うんうん、犬だったら散歩に行くことによって、うん、そうですね、そう健康な生活が保てたりとか、はいはいはい、その飼わないでくださいねと言ってもやはりその犬や猫が高齢者に対して、うん、とってもいい影響を及ぼすこともあるんですよね、はい、で
犬猫と人と の、 その共存というところを考えて、うんうん、私たちは、うん、まあ、高齢者の方には、うん、高齢犬を、あ、はい、同じぐらいのどっこいどっこいの、はいはい、例えば散歩をするとしてもゆっくりお互いがある、そう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 、はい、もう長距離行かなくていい、はいはい、もうちょろっと近所を歩くだけで、うん、人も犬も満足っていうようなね、うん、いいですね、はい、そういったまあ高齢者と高齢犬とのマッチングっていうのも力を入れてやっていて、うん、なのでなんていうんですかね、預かっていただいて、うん、その高齢者の方に高齢犬を預かっていただいて、うん、で、まあ、人なので人間なので、うん、まあ、昨日まで元気だったけど、うん、明日どうなるかわからないじゃないですか、うん、でもし何かが起きた時にはファミユの方にまたワンちゃんを戻していただければいいですよというような、うん、あ、なるほど、はい、仕組み作りをしてますね、あ、そうなんですね、はい、高齢者と高齢犬のマッチングですね、はい、それだと確かになんか可愛いからって言ってお年寄りのところに子犬とか子猫とかからスタートしたのを入れるとやんちゃで手はかかるわ、家なんかこうちょっと荒らされたりとかペットが散歩が大変だったりとかっていうのが省けてと言ったらあれですけど、そうなんですよね、うん、よく犬や猫のことを知ってる方ほど、うん、もう子犬や子猫はいいわっていう方が多いんですけど、あ、やっぱり最初大変っていうのを大変なんですよ身に染みて、はい、なのでもうその犬や猫を知ってる方ですと、うん、もう私の年だったらそんなとてもじゃないけどお世話できないから、うん、高齢犬でいいわ高齢猫でいいわっていう方もいらっしゃいますし、うんうん、でその知らない方には大変ですよっていうことをお伝えして、うんうん、このワンちゃんだったら、うん、あなたの生活スタイルに合ってますよ、うん、このワンちゃん預かりませんか、うん、もし何かあっても、うん、私たちがまたその犬や猫を責任持って見ますので、うんうん、大丈夫ですよっていうふうにお伝えをしてっていう、はい、その方が少し安心感がありますね、はい、そうなんですね、はい、基本的には一生面倒は見ていってほしいけれども、もしそれがちょっと難しいなと思った時にはそれこそちょっと一時預かりのイメージでも、そうですね、飼っていただける方がまた増えるといいですね、そうですね、でかつですけど捨てることがないようにっていう新しく飼う方にはまたちょっと心してほしいところですよね、そうなんですよ、まあ健康寿命ってよく言うじゃないですか、はい、その健康寿命の時じゃないと、はい、やはり犬や猫の世話はできないと思うんですね、うんうん、だから自分が何歳まで生きるかではなく、うんうん、自分がいつまで健康で犬や猫の世話をできるかという、うんうん、自分の健康寿命を考えていただいて、うんうん、犬や猫を迎えていただかないと、はい、これまた偉いことになるんですよね、あ、確かに、うん、こんなはずじゃなかった、さあ犬や猫どうしましょうっていう風になるんですよね、うん、はい、そうですね、そういう飼う方もそのなんて言うんでしょう、飼える環境とかをちゃんと気にして飼い始めてほしくて、それでまたもしちょっと年取ってしまったものを犬や猫とかで面倒見れなくなっちゃったものはまた他の新しいご家庭でね、なんか言い方あれかもしれないですけど新品を飼うんじゃなくってちょっと落ち着いた犬とか猫を飼うのもいいんじゃないかっていう、ね、そう思います、実際にですね保護犬保護猫を迎えるにあたって、うん、まあメリットデメリットって、まあ、あるんですけども、うん、メリットとしては、うん、その子犬や子猫っていうのはどういう性格の子になるかっていうのがわからないじゃないですか、でも、うん、もう大人の犬や猫だと、うん、この子はこういう性格っていうのが分かった上で、はい、飼い主になれるので、うんうん、はい、そういうところは非常にいいなと思いますね、確かにそうですね、はい、しかもね最初から飼うとなるとやっぱりこうしつけがとかいうのも大変になってきて、なんかしつけ上手にできなかった人のワンちゃんとかすごく吠えたりとか噛み癖があったりとかっていうのがあると思うんですけど、保護のところからの
譲り受けのペットさんとかはどちらかというとちゃんとしつけとかもされてて落ち着いててっていうことが多いです。いや逆に、うん、問題のある子も中にはいるんですね。多いですね。そうなんですか。問題があるからこそ捨てられたんじゃないかっていうような子も多いですけども、うん、もうそこら辺はやはり預かってる期間にできるだけのしつけはしてます、うんうん。で逆に言うとそのじゃあしつけというかな、問題があってなんか捨てられちゃった子の問題が発生した原因って飼ってる人間の方にきっとあるんじゃないんですかね。ある場合もありますし、うん、個性もあります。個性もある場合もありますね。やはりその噛み癖がある子っていうのは、うん、その環境によってそうなったこと、もともと先天的にそういう性格だったっていうこと、二手に分かれるので。あ、そうなんですか、はい。一概にこうなんだろう、しつけ教室みたいなのがありますよね。そういうところにちゃんと行ってればこうはならなかったんじゃないのっていうわけでもない、まあ、ないですね。そうなんですね、はい。そこは私の中でちょっと勘違いがありましたね、うん。はい、わけでもないですね、うん。もう一生懸命しつけしても、うん、噛む子はいますね。そうなんですね。でもそれはどうしたら噛むかっていうのが生活してるとわかると思うんですよね、うん、はい。なのでとにかく噛ませないようにするということが大事で、こういうことすると噛むから、あ、こういうことやめとこう、はい、とか、はいはい、そういうふうに、うん、人間の方もその対応を学んでいって、はい、ってことなんですね、はい。やり方もいろいろあるってことですね。いろいろ、そうですね、はい、はい、わかりました。でもまあ極力その問題行動のある子たちに関して、うん、直せる部分は預かってる機関に直していくようにしています、うんうん、はい。じゃあ、まあ、実際その預かる場合、飼ってみようって思う場合もそのマッチングっていうような話が最初にあったかと思うんですけど、相性を見ながらこの子だったら大丈夫かなっていうところで預かっていくことができそうな気がするので、はい、そういったところでもちょっと安心かなって私は思いました。そうですね、はいはい、そうなんですね。でも本当にこれから最初から飼うなら飼うでちゃんと面倒を見るっていうのをね、誓ってって言ったら言えへんかもしれないですけど、ちゃんと心に留めて飼い始めて、ね、目標にしている殺処分ゼロっていうのがかなって、実際このね、NPO 法人のファミユさんがもう仕事ないわっていう状態がもしかしたら理想ですかね。もちろんですとにかく私が生きてるうちに、はい、殺処分ゼロ、全国殺処分ゼロという言葉を聞きたいですね、はい、そうですね今これを聞いてくださってる方も何かしらの形でボランティアなり寄付なり参加はしていただけると思うので、そういう活動をする人がまた増えて啓蒙活動もできて、変な言い方ですけどファミユさんが亡くなることを心からお祈りしています、はい、ありがとうございますが、はい、それまで頑張ります、はい、またいろいろ活動あるかと思いますので、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、と本日はファミユの熊崎さんをご招待してお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた次回もお楽しみに。